えっと、岸田総理が政府物価対策本部を作られたと、そして今日も何か小麦のことに対して、1ミリぐらい、まあ、前進があったということなんですけど、これ、具体的な内容、全く見えないんですよ、この国内ですよね、この悪い物価上昇っていうのが、何をやるのか、具体的な救済策について、えー、選挙のあとまではっきりわからないとこれ、有権者なめてるんじゃないですかって話なんですよ、やってる感はいらないんですね、時間稼ぎにさっさと、時間稼ぎせずにさっさと物価対策をやっていただきたい。 これ、消費税減税さえも渋っていますから、結局、国民への具体的支援策は大胆にやらずに、以前行われたような石油元売りだけおいしい思いをする、これ、資本家に優しい補助金的なことをまた考えてるんじゃないかって、うがったものの見方しちゃうんですけど、どう物価対策するのか、これ、選挙の前にはっきりと皆さんに示してくださいよ、お願いします。